ねずっとまみちゃんです。今日は8月の初めての休日なんですよ。だから今日もパークの混雑状況を見に行こうかなと思ってます。あとちなみにですね、このミティビは今後もまたパークを一周して混雑状況とかパークの変化を報告しようかなと思ってるんでね、ねチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ早速やっていきまっちゅー。そしてここ数日のユニバの天気と気温はこんな感じです。でもまだまだ暑いです。でもこれからユニバ行く方はもう熱中症対策を徹底して遊んでください。で僕最近気づいたんですけども、このサングラスをかけたら結構暑さ和らぐちょっとおすすめかもしれないですわ。でユニバって基本的には公式オープン時間より早くオープンすることが多いんですよ。で今日は公式オープン時間が9時なんですけども、その1時間前の8時にオープンしたんですよ。ですけど土日祝って公式オープン時間の1時間半前から2時間前にオープンすることが多いんで、今日はちょっとオープンするの遅かったですね。そして今からユニバに入っていきます。果たして今日入るまでに何分かかるんかな。そして今の時間帯でユニバに1分で入ることができました。ですけどユニバって基本的には朝以外の時間帯って割かしすぐに入れるんですよ。で一番入るまでに時間かかるのが公式オープン時間の時間帯なんですよ。で僕今日ねもう9時の時点で来たんですけども、9時の時点でだいたい入るまでに10分ぐらいかかりました。でも普段なら 2,30 分ぐらいかかっちゃうことがあるんで、今日は割かし早く入れる。そして今日のエントランス付近の様子なんですけども、入り口から見て分かる通りに今日ちょっと空いてるわ、そしてこちらのシネマ 4D では午前がセーラームーンやってて、午後からハンターハンターがやってるんですけども、セーラームーンってユニバの全アトラクションの中でも一番空いてるアトラクションなんですよ。だから行ったらすぐに入れるパターンが多いです。ですけどハンターハンターは一応セーラームーンよりは混むアトラクションなんですけども、遅い時間ほど空く傾向があるんですよ。だからハンターハンター行くなら遅い時間帯がいいっす。そして進撃の巨人 XR ライド付近の様子なんですけども、進撃の巨人 XR ライドが繰り上げ終了しちゃった影響でここら辺も結構空いてます。リヴァイ兵長のポップコーンバケツも、まあ、すぐに買えますし、進撃のフードカートも列は今日少ないです。そしてクールジャパンのコラボグッズの在庫状況見に行きます。そして進撃グッズに関したら在庫がいっぱいあるんですよ、まあ、カチューシャとか、あとは調査兵団とかのマントとか立体機動装置とかも普通に買えますし、その他の商品もいっぱい在庫あります。売り切れが多かった注射器ペンも在庫いっぱいありますけど、進撃グッズに関したらぬいぐるみ関係とか、あとはコレクション関係の商品は結構売り切れやすいんで注意が必要です。そしてセーラームーンのグッズも在庫がいっぱいありますわ。だから満足いくぐらい買えると思います。でもこのセーラームーン関係のグッズもやっぱぬいぐるみ関係とかは結構売り切りが多いっすわ。そしてハンターハンターグッズも在庫はいっぱいありますけど、アイルの被り物はもう売ってないです。そしてハンターハンターグッズも在庫はいっぱいあるんですけども、コレクション関係とかぬぐるみ関係とかは結構売り切れ多いです。そしてコナンくんグッズも在庫はいっぱいあります。だからクールジャパン系のグッズに関したらもう満足いくぐらいの在庫はありますわ。けどやっぱコナングッズとかもやっぱコレクション関係のグッズは結構なくなりやすいから注意が必要です。あと安室さん関係の商品も結構なくなりやすいんで注意が必要です。そしてクールジャパンのコラボグッズに関したらまあ満足いくぐらいの在庫はあるんですけども、やっぱりぬいぐるみ関係とか、あとはコレクション関係は結構売り切れやすいです。そしてここのグラマシーパークではミニオンカンフーダンス道場っていうダンスイベントがやってるんですけども、この夏は暑い影響でずっとショートバージョンが続いてます。
そしてスパイダーマンがあるニューヨークエリアの様子なんですけども、ここもいつもならもっと賑わってるんですけども、今日は人が少ないです。なんか今日はなんか全体的に少ないような感じがするわ。だって最近ランチ時間が過ぎてもユニバのレストランの待ち時間が20分待ちとか30分待ちとかがあったんですけども、今の時間帯で5分待ちですもん。すぐにレストラン入れる。そしてニューヨークエリアにあるパレスシアターではコナンのミステリーチャレンジの冊子が配布されてるんですけども、いつもなら冊子もらうために10分ぐらい時間かかっちゃうんですけども、今日は一瞬でもらえる。いや今日は土曜日の休日なのにかなり空いてる方です。そして今日のラグーン付近の様子なんですけども、ここのラグーン付近は、まあ、人通りはいつも多い方なんですけども、今日はちょっと少ない方です。そしてミニオンパークの様子なんですけども、ここのミニオンパークは、まあ、夏休み期間は常に1時間以上待ちの待ち時間があるんですけども、今日はやたらと空いてるわ。だからミニオンパークのアトラクションも今日は割かし乗りやすいです。そしてサンフランシスコエリア君の様子です。でここのサンフランシスコエリアはミニオンパークからジュラシックパークエリアにつながる道で、人通りは多くなるんですけども、やっぱり今日は休日なのにちょっと人が少ないって感じがします。そしてここのサンフランシスコエリアには3時の海賊レストランがあるんですけども、チケットは安定に全部ソールドアウトです。そしてワンピース関係のチケットに関したら、3時の海賊レストランのチケットは基本的には8月9月全部チケットソールドアウトなんですよ。ですけどワンピースのプレミアショーに関したら、その日に来てもまあ買えることがあるんで、なんかワンピースのプレッシャーの方が体験しやすいです。そして今日のジュラシックパークエリアの様子なんですけども、ここのジュラシックパークエリアのアトラクションを見ても今日はだいぶと空いてる。フライングガラスとか前なんか余裕で1時間待ち超えてたのに、もう今日はもう全然行かない、まあ、逆にまあアトラクション今日は結構乗り放題かもしれないですね。アトラクション乗り放題デーです今日は。でもエリア自体は賑わってます。そして今日のウォーターワールド付近の様子です。でここはやっぱりいつも通りに任天堂ワールドもしくはウォーターワールドに行く人で多いです。そして次はちょっと時系列ぐちゃってなるんですけども、スーパーニンテンドーワールド見に行きます。そして今の時間帯でのニンテンドーワールドの整理券がこんな感じです。今の時間帯で13時ってめっちゃ取りやすいです。その影響かちょっとわかんないんですけども、ニンテンドーワールドへの続く道の間にパワーアップバンドのカードがあるんですけども、今日それ閉まってます。珍しい。そして今日もHere we go! の世界行ってきます。おお、今日もやってきたよ。探偵のゲームの世界です。青空が似合うな。そして今日も任天堂ワールドを一周してくるんですけども、今入場制限してるんですけども、やっぱ整理券が取りやすい影響でいつもよりはちょっと歩きやすい。いつももっとギュギュなんですよ。パワーアップバンドのアクティビティもいつも30分ぐらいかかっちゃうんですけども、今日は10分15分でできそうですけど、マリオカートの待ち時間を見たら今日のユニバの全アトラクションの中では一番混んでるわ。すごすぎやろやっぱ進撃が終わった影響でみんなこのマリオカートに流れてます。で昨日全制覇企画で、まあ、言ったんですけども、今は朝一にマリオカート行くのがいい。朝一ならすぐに乗れます。そして今日の任天堂ワールドの下の階の様子です。まあ、下の階は普通に賑わってます。で今任天堂ワールドにあるキノピオカフェが人気すぎて入店整理券発見してるんですよ。だからキノピオカフェ入るためには一応整理券取らないといけないんですけども、今の時間帯で15時の整理券が発見されてます。いや、まさか任天堂ワールドの入場整理券取るより
キノピオカフェの整理券取る方が難しいっていう。すっごい異常事態ですよ。そして、ジョーズがあるアミティビレッジの様子です。で、ここのアミティビレッジに関したら、ハリーポッターエリア、もしくはワンダーランドから、ニンテンドーワールド、ジュラシックパークエリアに繋がる道であるんで、いつも通りに人で賑わってます。そして今日もハリーポッターエリアの様子見に行きます。そして、あれ歌いますか。マミーマミそして今日の魔法界の様子です。で、ここの魔法界も、まあ、エリア自体は賑わってるんですけども、アトラクションの待ち時間見たら、まあ、空いてる方です。でもここの魔法界に関したら、任天堂ワールドと違って基本的には入場制限かからないんですよ。だから任天堂ワールドがたとえ入場制限したとしても、いつでも来れるエリアです。あと豆知識なんですけども、夏の時期はここの魔法界行って、まあ、建物に結構囲まれてるんで日陰ができやすい。だから夏は結構おすすめなエリアです。そして今日のバイバイホグワーツです。めっちゃ写真映えやな。で、ワンドマジックに関したら、やっぱり、まあ、遠方ゲストが増えてるんですっごい並ぶんですよ。で、僕のこの肌感覚ではだいたい5分待ちです。そして次はユニバーサルワンダーランドの様子見に行きます。そして今日のワンダーランドの様子なんですけども、ここのワンダーランドって夏休み期間中はお子様ゲストが増える影響でめっちゃ混むエリアなんですけども、今日は空いてます。待ち時間見ても空いてますわ。ですけど、エルモのバブルバブルは室内型のアトラクションなんで、ちょっと待ち時間あります。いやー、ここが空いてるってちょっとびっくりやな、夏休み期間中に。そして、セントラルパーク付近の様子なんですけども、ここはいろんなエリアにつながる道で、まあ、いつもはもうちょい賑わってるんですけども、今日は人通り少ないです。そして今日のハリドリ付近の様子なんですけども、ここのハリドリの待ち時間を見ても、普段なら1時間以上待ちが多いんですけども、今日はまだここも空いてる方です。いや、なんでやろな。今日土曜日よ。平日ならまだしも、土曜日でこの待ち時間ってちょっとびっくりやわ。お盆前やから、お盆にみんな備えてるんかな、どうなんかな。あと今日はユニバのいろんなショップが閉まってます。なんでやろうな、急に僕がこのサングラスかけたからかな。はい、じゃあ今日は8月の休日のパークを一周してきました。で、一周した結果ちょっと空いてましたね今日は。で、僕今日朝にスパイダーマン乗ったんですけども、10分間のうち2回乗れちゃったんですよ。だからアトラクションも結構乗り放題です今日は。でもこれからまた今度使える可能性があると思うんで、また報告しようかなと思ってます。以上、8月のパーク調べたいのまめちゃんでした。なあそれ。はい、じゃあこれからもいろんな動画上げると思うんでね、ちゃんとグッドボタン、通知ボタンも忘れなきゃ。というわけでバーイ。